密、懐法とは、密通に関する処理を定めた法令。元は、武家法に由来している。明治以後の貫通罪に相当する。中世においては、成分法と貫習法の不一致が見られた。前者においては、五成敗式目の三十四条において、官府は、合貫、和官を問わずに、所領の半分を没収し、出資を止め、所領を持っていない場合には、オンルとする。 官府も同罪と記されていた。しかし、後者においては、本夫が官府を粛清の敵として討ち取る不可討打ちが行われていた。だが、不可討打ちが行われた場合、本夫が官府の不正の証拠を出そうにも、肝心の相手を討ち取ってしまったために自白させることが不可能となり、殺人罪として処罰されることがあった。ところが、文明11年に、 室町幕府によって、ある意味で、画期的な判決が打ち出された。カンプを妻敵討ちとして殺害した本夫が、カンプの親族から殺人罪で告発された裁判では、本夫が貫通を理由に先に妻を殺害してしまえば、その原因を作ったカンプは妻的になるのであるから、本夫が妻敵討ちを行っても殺人罪とはならず無罪となるという判決である。 この判例における、監修法に即した、官譜官譜殺害の容認という発想は、家庭内にまで領主権力を及ぼしたい、戦国大名に歓迎され、文国法に次々と導入された。人海州や六角四式目では、官譜の殺害を定め、長祖壁元地下百科城に至っては、本夫が官譜を殺害しない場合には、官譜、官妻、本夫とすべて死刑と定めている。 江戸幕府でもくじ方を定め書きにおいては、自力救済を否定しつつ、武士の家の倫理を強制する立場から、仇打ちと妻仇打ちは、例外とした。また、娘が貫通した場合には、親権の侵害として、父親が娘を殺害することも許された。もっとも、妻仇打ちが行われると、本夫が寝取られたという事実を外部に明らかにすることとなり、 かえって武士の面目が失われるという考え方もあった。このため、真男7両2分の賠償金を官府から取り立てたり、官府を離縁することで内々に事態の収拾を図るという例が多かったのである。ありがとうございます。